役柄を含め自己紹介の方をお願いします。はい、ホブソン靴店の靴職人の役をやってます、ウィリー・モソップという役をやってます、松崎健二です。になる大変な役だと思いますが、どういう点が苦労しましたか。そうですね、いつも役に入っていくときはとってもやっぱり稽古場では苦労して、何か他のものになろうとする気持ちがあるので、そのロケットがこう大気圏をこう突き抜けるときのように、なんかすごい抵抗感をいつも感じて僕はやるんですけれど、ですからなんか食欲が なくなったりですとか、体にジンマシンが出たりとか、いろいろそういう症状がいろいろ出たりもするんですけども、今回は特に出番も多いし、舞台に出てる時間も長いので、そういう意味ではいつもにも増していろんな体力的にも気力的にも苦労したところが多かったと思います。松崎さんとウィリーの共通点と あとここは自分とは違うなというところを教えていただけますか。はい、台本の中でウィリー・モソップのことをテテナシゴって父親がいないっていうところが出てくるんですけれど、僕に自身も父親がいなかったり、あるいはそのウィリーはずっとホブソン靴店というところに長いこと勤めて、そこで仕事を覚えて、その中でこう育ってきたっていう人間だと思うんですけども、僕自身もまた二十歳の時に無名塾に入ってずっとそこでお芝居をして、お芝居する中で人間を見たり知ったりしてきたと思うので、そういうところはすごく共通してるなと思います。逆にその自分と違うっていうところを探す方がなんか、難しいっていうか、まさに自分が生きてきたのと同じようなと部分を持ってる役だと思って、とてもそういう意味ではやりやすいというか、スッと入っていける役だったなと思ってます。実際に何かしたことがありますか。はい、実際に靴職人の方に会わせていただいて、その現場も見せてもらって、仕事ぶりとか、あるいは道具なんかも触らせてもらって勉強させてもらいました。マギー役の渡辺あずささんとは無名塾の同級生だそうですが、今回の共演はいかがですか。そうですね、もう25年前に彼女と一緒に無名塾の門を叩いて、僕はもうずっとそれ以来お芝居をずっとやってきてるんですけども、彼女は割と早い時期に NHK でドラマに抜擢されて、映像の仕事をずっとやってきて、近年舞台の方に帰ってきて、で舞台の上で本当にこんなにバッチリと一緒にお芝居するのは初めてなので、そういう意味でも新鮮ですし、彼女がやってきた映像での仕事で培ってきたようなものが舞台にも思いっきり反映されてると思うので、舞台で一緒に立っていて、そういうなんていうか、彼女の持ってるもの、経験してきたものみたいなものを感じながらやってて、とっても新鮮でとっても興味深いです。毎日佐々木さんにとって中台さんはどのような存在でしょうか。とっても一言で表すのは難しいと思うんですけども、それはやっぱりこの世界では中台さん僕の親だと思うので、なかなかその自分の親のことを一言でどういう存在かって、まあ一言で言えば親なんですけど、なかなか一言で言うのは難しい。すごく、もちろん尊敬もしてますし、なんでしょうね、とても複雑な複雑な気持ちというか、一つの気持ちじゃ表せないような存在だし、またその長谷さんご自身もいろんな芸の境地をこう年とともに歩んでこられて、役とともにその時の長谷さんっていうのがあって、だからこう常に長谷さんっていうのは変わり続けてらっしゃるので、その時その時僕にとっても中台さんっていう存在が違ったりするので、なかなかそのどういう存在ですかっていうふうに問われても一言では答えられないような、
まあ、大きな存在ですね。ではその松崎さんと中田さんとの間で何か一つ忘れられないエピソードがあるんですか？忘れられない、やそうですね、僕との間というよりもやっぱり舞台ではそのあのいろんなハプニングが起こって、あのもちろんセリフがずっと飛ぶセリフが飛んじゃったりとか、あるいはまあ僕なんかはすごい出とちって言ってその出なきゃいけない時に出なかったとか、そういうことがあったりするんですけど、そうですよね、長谷さんが場面を前後の場面を入れ違いでやったっていうのは結構大きなエピソードじゃないんでしょうかね。ありがとうございます。周りは大変でしたね。無名塾が今回のような喜劇を上演することは珍しいと思いますが、今回お客さんの反応はどうですかね。はい、本当にあの無名塾は、生きるとか死ぬとかそういうテーマを扱ってきた歴史があるし、そういうものをやっていこうっていうその考え方があるので、なかなかその今回のようなその風俗喜劇と言われるようなものをやることは少ない、まあ、初めてと言ってもいいと思うんですけれど、あの意外にというかお客さんは本当に喜んでくれてて、あの本当に良かったな、今本当にお客さんの反応からこうお客さんから力をもらって演技をさせてもらってるなっていう感じがしますね。それはあの、僕ら その俳優の力というよりはその僕らをうまいこと使った演出 あの丹野さんの力によるところが大きいと思います。はい、以上になってますが、今回のツアーは楽しいですか？そうですね、僕自身はその今までになく大きい役もらってしまってるので、毎日そのステージをやることに全然力傾けてますので、なかなかあのどっかに出かけたりとか美味しいもの食べに行ったりっていう余裕もなく過ごしているので、もういっぱいいっぱいなんですけども、それでもやっぱり長いツアーっていうのはあのどうしてもやっぱりみんな人間ですから、あの機嫌のいい時も悪い時もあるし、そのなかなかその人間関係がうまくいかないこととかもあったりして大変なんですけど、そういう意味ではみんなあの人間的にそのいい人たちが揃ってますので、あの楽しいツアーに今のところもなってますし、これからもなっていくんじゃないかなと思います。はい、最後にこれからこの公演を見てくださる方へのメッセージをよろしくお願いします。はい、2012年無名塾公演、ホブソンズチョイス、ホブソンの向こう選び、東京公演は3月の17日から24日まで、銀座ルーテアトル銀座で、行います。ぜひ皆さんお誘い合わせの上、ご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。